6番デッカ川本君。ご覧のように18対1で大阪桐蔭高校が勝ち優勝いたしました。ただいまから優勝いたしました大阪桐蔭高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。
放送席、そして球場の皆さん、優勝監督インタビューです。大阪桐蔭高校西谷浩一監督です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。4年ぶりのこの春の大会の優勝、今どんな思いでしょうか？山田君が万全でない状態でのゲームになりましたけども、苦しい中で、気持ちというか魂を込めて投げている姿を見て、それに絶対負けずにこちらも行こうということで、今日は粘り強く戦ってくれたと思います。好投手、山田投手を擁する近江高校を相手、去年夏敗れた相手でもありました。どんな意識で立ち上がり入っていったんでしょうか？昨年の夏に、近江高校さんに負けて、そこからこのチームはスタートしましたので、昨年の先輩たちといいますか、人気報告できると思っています。今日も18得点、本当今大会通して鋭いスイング、強い打球というのが目立ったと思いますが、この打撃の強さの源、どんなところにあるんでしょうか？この大会の中で非常にみんな成長してくれて、なかなか打てるチームじゃなかったんですけども、自分たちが一番びっくりするような得点とかヒット数が出ましたので、この大会に本当にみんなしっかり合わせてくれたと思ってます。その中で選手たちの成長、特にどんな部分に感じましたか？もうこの大会はいろんなことが、あった大会といいますか、京都国際高校が出れなかったり、広島商業さんが試合ができなかったり、野球をやらせてもらえるということが当たり前でないというか、またこうやって甲子園にもお客さんも入っていただいて、本当に野球ができることに感謝してというか、心から野球をしようということを毎日言い続けて、それを体現してくれました。投げては今日先発前田投手から最後は3年生の川原投手へとつなぎました。ピッチャー陣の投球というのはどう見てましたか？前田はしっかりとゲームを作ってくれまして、最後は昨年、悔しい思いをしましたので、川原で終わってもらいたいなという気持ちを持ってました。この選抜大会の優勝で、去年の秋の公式戦、さらに神宮大会、この春の大会、無敗で頂点まで上り詰めました。このチームの強さ、どんなところに感じますか？今年のチームは一生懸命やる子たちが多くて、いいチームだと思います。いいチームから少しずつ強いチームに、変わっていってる、今発展途上ですので、春の山しっかり降りて、夏にもっともっと強いチームを作ってここに戻っていきたいと思っています。選手たちにはどんな言葉をかけたいですか？41人部員全員で、ここまでやってきましたので、明日から4月ですので1年生も交えて全員でですね、夏に、もう一度頂点に立てるように明日から頑張っていきたいと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございました。優勝しました大阪桐蔭西谷浩一監督に伺いました。放送席、それでは見事優勝しました大阪桐蔭高校キャプテンの星子選手です。おめでとう。ありがとうございます。今春の頂点になりました。気持ちを聞かせてください。素直に嬉しいですし、本当にこの期間、メンバー外の者に支えてもらって、もうメンバーの思うように練習させてもらったので、本当にメンバー外と、メンバー41人で、掴み取った優勝だと思います。今日の決勝戦、どんな思いでゲームに入ったんでしょうか？昨夏、先輩たちが負けた相手の近江高校だったんで、本当に、借りを返してないですけど、より強い気持ちを持って入ることができました。それにしても大会を通して本当に強さを見せてくれましたね。はい、まだまだやっぱり力が足りないというふうに自分たち思ってたんで、もう1点でも相手より多く取れば、勝ちというところをより意識してという努力